肉ロース。これぐらい多分早く。まあ、基本的にはこの切り身をメインにされてるわけ。そうですね、切り身とかもあとはもう要するにうちお客さんにこれ食べていいの作る感じですかね。あ、なるほど。うん、弁当もこれ焼けるかな作れんかな思ったら作れることがあってみたら作る感じ。あ、お客さんに合わせて。合わせる。だからとんかつでもこれぐらいのさとか言ったら測ってそれでやるんですね。いくらでやってくれっていうのが出ればそれでやると思います。まあ、ここに書いてあるのはまあおおよその目安みたいな。まあ、目安、まあ、大体容器切るから大体太るなんです。閉めて脱走することがよくあるんだよ。定休日は月曜日。月曜日決めてから脱走は少なくなったけど。ロースとかそこから引いてこういう感じがいいって言ったらカットして焼いたりいろいろしたりします。これぐらい多分 150g、うんうん、150g です。イカキムチを使ってます。コラボ品です。これもこだわりで。そうですね、セレクトで返すままで買いに行って、はい、味効いて美味しかった。結構バトルすることもあるんですよ。各店舗で4店舗か5店舗集まって同じ品物でハンバーグ作るとかカレー作ってバトルして
ね、そういうのもやるんですけど、どちらが売れるとか、まあ、競争各店で、はい、で売り上げで、まあ、完売がだいぶどこが早いかやるんだけど、ここが俺、まあ、後輩なんだけど下なんだけど大好きな先輩みたいな、あの方がずっとお肉使ってくれてるんで、そうだね、いただきましょう、もうジャークチキン美味しかったです。もう肉がすごい柔らかくて美味しいですか、美味しいです。あの肉、多分うちの肉なんですよ。じゃあ定期的に仕入れて2日に1遍来てくれる。それは間違いないですね。これが好きです。有名なやつですね。はい、癖がなくて、あの仕入れ行ってもらってるんですよ。これが大盛りです。大体これが普通です。サーロインステーキの方が3000円で、量を選んでもらうので通常は1200円なんですけど、 あととんかつですね。とんかつですね。とんかつの方があれは1500円。いただきます。一発でいきましょう。うまっ。すごい脂身はあるけど、そんなにくそくないですね。全然もうしつこくなくて、もう溶けるようなお肉。そしてこの漫画盛り、ごまもいいわ。この香ばしいの、香ばしい香りと、いただきます。まあ、癖がない、優しいこのキムチ、この肉とちょうどバランスが合うというか、肉をダメにしないキムチですね。どうぞ。いただきます。うん、うまい。柔らかい。あんましつこくないですか。うん、しつこくない、さっぱり。うん、いや今日本当にありがとうございました。本当です。本当にもう、助かりました。お忙しいな。いや、忙しいです。でもまあ、よかった。まあ、楽しかった。こういうのもいいね、たまに。本当ね、違うことこれ。
なんかコトコトの連絡するの。あ、やまして。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。